今日買った杉野さんのジャム用ですが、とっても美味しそうなイチゴたちです。冷凍するために前処理をこれからします。ね、お次はどうかな。今日寒い日で買ったから、ね、今日は寒いよね。おー、これも綺麗だね。これすごくいってるね。あ、うん、そうね、1010。すごいすごい。測ってみる。このね、私のトレーは重さが大体 20g ぐらいあると思うの。予想でね。1キロです。何グラムある？ほらほら。え？いい線だね。ね？ちょうど 1キロだね。でしょ？ 20g ぐらいあると思うの、このトレーが。うん、ね？この子は？1011。およそ3キロ。すごいな。ジャム用でも品質はバッチリかな。葉っぱもハリハリ。すごいすごい。いちごのジャングルになってる。できました。これを冷凍するぞ。ふうさん作いちごヨーグルトです。美味しそうだな。カスピ海ヨーグルトで、うん、なんだっけこの牛乳、ジャージー牛乳、そうそう、ジャージー牛乳で作ったやつです。これがいちごのお山です。およそ 2.5 キロ。冷凍するぞ。持てるかな。あ、大丈夫。開けんの？うん、開いた。いろいろないよ、まだ。あ、なんかポロっていっちゃってる。あら、閉まるの？これ閉まんないよ、これじゃ あ大変だ、これじゃ閉まらない。ちょっと待って、あ、今日今年はちょっと高さが高かった。今年は高いぞ。ちょっといちご入ります。よしよしよし、あ、これで大丈夫そうだ。閉めてみようか。大丈夫だ。お、大変。じゃあもうお楽しみ。食べてみる杉野のいちご。うん、甘いね。甘い甘い、ね、やっぱ熟してると違う。糖度が高いね。うん、うまし、うましうましうましです。どうやって作ったの？さっきのいちごね、うん、6粒ぐらいあったかな、うん、それに大さじ2杯ぐらいのいちご、うん、お砂糖を入れて、うん、チンしたの。レモン果汁入れて、で電子レンジをして、うん、3分ぐらいかな。お、そしたらこんなになっちゃうんだ。そう、それで、それからシークワーサーの果汁を後から入れたの。後から入れた。へー。ふうさんの最近の新しいお友達、パン焼きです。おー、あ、もう冷めた。冷めた。でも全然パンも実際下がっちゃった。お、どうかな。いちごパンです。あの、おー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 、やばい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 。早めにさ、あの、あ、潰れちゃった。ソフトパンだからね。うん、
ソフトパンです。後ろにプルプルも、あ、プルプルになっちゃった。何プルプル大丈夫ね。あ、悲しい、ちょっとペチョってなっちゃったね。ちょっと早くにすぐ出せばよかったね。あ、そうだったね。うん、ちょっとあれさ、凹んじゃったね。だからここ、あの、片付けてからとかしちゃったからさ。色は綺麗だね。うん、美味しそう。美味しそう、いい匂いする、うん、いい匂い、いい匂い、いい匂いだ。これも後もすぐついちゃう。うん、さすがソフトバンだね。うん、ちょっとあのイチゴがこのパンに入っています。どう？おお、いいみたい。いいみたいだ。やったね。うん。凍ってる？凍ってる凍ってる。小分けにして。ね。冷凍いちご小分けにしていただきます。おお、コロコロ。鮮度がいいから。一個食べてみたら。前回大きな袋にガンって入れたんですが。今年は小さな袋に小分けして、で平ら、ね、これぐらいに、そうね、ん、うん、もうちょっとぐらい、うん、こう平らに、なんていうの、うん、してね。これが我が家の春の行事です。いちごはもう、もう周りに霜がついてきたよ、うん、ね。3月18日のふーさんとのぼでした。おお、すごいね、ゴロ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 。あ、でも、あ、重い感じだね。切ってみるぞ。のぼだって切れるんだ。わかる？ほら。開けてみる。どんなかな。おお、綺麗綺麗。あ、なんだろう、ここのとこはちょっとなんかね。何？ここここ。あのいちごのさ、あれなんじゃないの？ん？こうやってこうやって切ってみる？さらに。いや、もう切らなくていい。こんな感じで焼けました。いい香りです。